どうもー皆さん、こんにちは。アーティスイッチチャンネル公式ナビゲーターの一人でもツーボイと見習いの青い歌のです。よろしくお願いします。どうで青いさん、はい、先週の重大発表って見ました？重大発表ってあれのことですか？そう、こちらのことです。アーティスイッチのアニメ化が発表されました。イエーイ、待ってた待ってた。発表されましたね。もう私ドキドキしながら動画見てました。あ、本当にこれって青井さん、はい、なんか声優としても参加されてるっていうことを聞きましたが。そうなんですよ、あの声優初挑戦で、うん、本当発表された時すごい嬉しかったです、ね、前からね、うん、アニメもずっと好きっていうふうにねおっしゃってたんで。そんな青井さん、はい、このアニメちょっと簡単にどんなものかご紹介いただけますか？はい、アニメアーティスイッチは原宿のどこかにある裏裏原宿を舞台に、お店を営む魔女ニーナがやってきた客の心の奥底にある本当の思いを覗き、その人の秘めた願いを叶えながら時には傷つき成長していく物語です。登場キャラクターは私青い歌のが演じるニーナの他に、はるか、マナ、あきひろ、ルル、ティアラ、サキといった個性的なキャラクターが登場します。またスタッフについては、今回アニメ初監督となる池田監督をはじめ、さまざまな分野で活躍されている著名なクリエイターが参加されています。そんな気になるアニメの配信日時ですが、5月28日金曜日を皮切りに、ご覧のスケジュールで順次配信してまいります。ちなみに青井さん、はい、声優さんやってみて、はい、いかがでした？やっぱり声だけで表現するっていうのに慣れてなかったので、うん、初めは結構色とか、うん、なんかそういうのを意識しながらキャラクターを使い分けて、うん、アフレコには挑みました。やっぱり手応えとかそういうので言うと、うん、やっぱりね、お客さんに見ていただいて初めて感じるものだと思うので、うん、あれなんですけど、とはいつつもまあやってやりましたね、まあ、ご覧ください。なるほど、やってやったと。実際のところどうなのか、はい、ちょっと監督に聞いちゃいましょうか。はい、監督、監督、こんにちは。はい、茶番はこのぐらいにして改めまして、今回ゲストでお越しいただきました監督の池田和真さんです。池田です、よろしくお願いします。お願いします。いや、驚いたんじゃないですか？めちゃくちゃ驚きました、ね、だってね、青井さんがね、さっきね、はい、いや、やってやったぜと、私はもうね、やってやった感がすごく強かったんで、はい、いや、じゃあ実際どうなのかなと思って来ていただきました。ありがとうございます。やってきました。監督的にどうでしたか？いや、もうすごく素晴らしかったです。ありがとうございます。なんかすごく、まあ、アニメの作品なんですけど、リアルな、なんか言葉遣いだったりとか雰囲気を出すっていうのをすごく当初の頃からスタッフも含めてみんなで、まあ、共有大事にしてこうねみたいなのがあって、一番の決め手は、まあ、すごくナチュラルに喋れる人だなっていうのがあって、で音響監督の、方とも、まあ、何回か打ち合わせして、で、まあ、そのナチュラルに喋れる、自然体で喋れる中でもなんかいろいろこう引き出していくと面白い感じなんじゃないかみたいなのがあって、実際現場でお会いしたというような感じです。ありがとうございます。実際その会ってみて その表情とか声とか、なんかそういうのとか、なんか印象的なこととかありました？あ、でもなんか、うん、あ、ニーナっぽいなみたいな。本当ですか？めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しいですね。ニーナ冥利につきますね。そう。ブースの中で、まあ、基本的にいるんで、うん、まあ、実際面と向かってこう話すのって最初の説明の時と、まあ、最後さよならみたいな、そのぐらいの感じで
でなんかその基本的にその直接ディレクションするのは音響監督の方がやってるので、まあなんか声だけを聞いてる感じなんですけど、結構その何役もトライしてもらったので、そのニーナっていうキャラクターがその話数によって人格とかが変わる設定なので、なんかすごい少年っぽいキャラクターだったりとか、なんかまあすごいこうブリブリのなんかこう可愛い子ブリッパー、いろんなキャラクターを演じてもらったんですけど、だからまあ顔が見えないけどその声でいろいろ差をつけて、あのいろいろ多分考えて来られたのかなって思ったんですけど、逆になんかあったんですか、その役作り的な、あれっていつ知るんですか、当日僕の説明で知るんですか。いやでも最初のオーディションの時とかもその企画みたいなのを読ませていただいて、オーディションもそのナチュラルにそう心がけてたんですけど、でもそうですね、声はめちゃくちゃ家とかで音をどんどん変えていって、うん、この役はどの音がハマるかなとか、うん、どんなものが好きかなとか、どんな服着てるかなっていうのを考えながら、すごい自分で録音してました。あ、録音してやってました。なんか突然僕もなんかびっくりした、僕が一番びっくりしたのが最初、はいはい、なんか実写のこうスタッフを、入れてアニメーションの作品を作りたいという企画を、はい、サンライズさんと遊びシステムさんがこう企画してるっていうので、なんかまあ僕のことを知ってくださっていたのか、なんか打診をされた、問い合わせ をなんかしていただいたっていうのが最初のきっかけですね。なんでって思う大丈夫ですかみたいな、全然知らない、同じ映像なんだけど全然違うジャンルなんで、まあ不安もありつつだったんですけど、池田監督はまあ普段その実写が多いと思うんですけども、まあミュージックビデオとかまあ広告、まあ CM とかが多いと思うんですけど、その今おっしゃってたように、まあその実写とアニメのまあ違いがすごくあったわけじゃないですか、うんうん、そのアニメならではのなんか自分がここはこだわったなとか、こういうの挑戦したなみたいなポイントって何かありますか。なんかそのアイデアを考えるときは、あんまりそのアニメだとこういうふうにしないこうなのかなっていうのをあんまり意識してなくて、普通 の, そのミュージックビデオとか考えるときと割とそんなに変わらず、だら実際 の, その制作のフローは全然違うんで、なんかまあ僕完全にズムの素人としてこう入ってるんで、なんかまあいい意味で結構無邪気に振る舞えて、あのプロデューサーの井上さんとか皆さんは結構困らせたりしてることもあるんじゃないかなみたいな、自覚なんかあるんじゃないかなと思いながら、みんなすごい優しかったんで、はい、アニメってその、まあ音響監督さんもそうだし、撮影監督さんもそうだし、なんか、まあ、いろんな監督がいて、まあ、それぞれ の, その、責任を担ってらっしゃる、プラス、まあ、さっき話したその演出さんっていうので、その一緒になんかこう演出っていうか内容に対して、詰めていける人たちが多かったって、その人のなんかセッションみたいなのが面白かったですね。どうですか葵さん、葵さんはねその、はい、まあ、声を取ってで、まあ、そこで一旦ねお仕事は終わりだったと思うんですけど、実はその裏でこの今池田さんがおっしゃってたようなことが行われていたっていう舞台裏というか制作秘話みたいなのって、いや全く見えないところというか、うんうんうん、もう私はもう声を取ったらその先はもうスタッフさんたちが作り上げてくださるものなので、うんうん、そこら辺もちょっと楽しみに、うん、アニメを見たいなって思いました映像ができる前になんかもう声取ったんだよね。そうですね、動きだけはそうなんですね、モーションキャプチャーの動きはあったんですけど、はい、そうか、ちょっとどうなるのか、葵さんのだからその、うん、まあ、声だけなんですけど、うん、一緒に表情とかも撮ってね。ああそうですね、へえ、動きをそうそうそう、葵さんのそのなるほど、キャストの人がなんか出した表情みたいのを、うん、まあ、参考にしながら作ってるんで、へえ、すごい技術が、これ完全に秘話ですね、制作秘話っていう裏話ですよね。決意、いやでも結構割と即答、なんかあんまり悩まなんか基本的にやったことなくて面白そうみたいな、まあ、アニメを僕がみたいなのもまずあったんですけど、単純にそのなんかもちろん興味があった業界
でもあったし、なんか自分がやるとどうなるんだろうなっていう、なんか単純な好奇心もあったので、割ともうすぐやりますみたいな、お願いしますみたいな即答だったんです。即答でしたね、はい。じゃあその池田さん的にそのアニメって結構その挑戦をしたりとか、なんかいろんなことを多分考えてやられたと思うんですけど、その作り上げたそのアニメのなんか見どころとか、なんかいやこここだわったわみたいなのとかって何かありますか？まあ、大きいところで言うとその、まあ、6話、今回制作していて、はいはい、その6話あの、まあ、全部その同じアーティスイッチっていう作品の中なんですけど、はい、お話ごとに全然カラーが違うっていうか、背景を描くその作家さんが全然違ってたりとか、まあ、さっき話した葵さんのそのキャラクターとか人格も全然違うし、ミーナっていうものがありつつも毎回違う、うん、毎回ガラッと変えて、結構続けて見てもだんだん面白くなってくるって、まあ、構造もちろんあるんですけど、なんか毎回違う、全然違う気持ちになれるというか、っていうなんか構造が面白いっていうのと、あとやっぱ衣装がすごい数の衣装、ニーナももうその人格によって全部衣装が変わるんで、そうですね、この、ね、衣装とまた違うものが、そうです、これが基本の衣装なんですけど、この他にもいろんな衣装が登場して、で相澤さんが衣装デザイナーの相澤さんが、全部デザインしていて、まあ、それもすごい可愛い、はい、なので、まあ、その衣装のなんかファッションみたいなところも見どころですね。池田監督、キービジュアルにあなたの心の奥覗いてみないというキャッチコピーが、書かれてるんですけども、ここって監督的にどうお考えなんですかね、どう捉えたらいいのかっていう、はい、部分をちょっとお伺いできればなと思ってまして、こうなんか毎回その、まあ、ニーナっていう女の子と、まあ、普通っていうとあれですけど、なんか、まあ、いろんなゲストが、お店にやってきて、対峙していくっていう流れがある中で、なんかまあみんなちょっと悩んでたりとか、まあ、コンプレックスだったりとか、なんかそういうのを抱えて、まあ、登場するみたいな、設定になっていて、なのでなんかその魔法少女ものって結構すごいファンタジー、わーみたいな、変身してわーみたいな、なんかそういうのをこう結構想像されがちなところではあるんですけど、結構なんか一番描きたいのは、なんかそれで言ってるか、割とそのみんなに共感できるような、本当にその自分の中のチブじゃないけど、なんか恥ずかしいなと思ってることとか、自信がないなと思ってるようなことを、なんかこううまくあぶり出していくっていうか、まあ、書いてありますけど、だからそういうところを狙っています。なのでそのすごいファンタジー大スペクタクルなファンタジーっていうことよりかは、結構その気持ちのやり取りだったりとか、人間のそのそういう、心の中の話っていうのを、まあ、軸に、大切に作ってるっていうような感じです。いや、そこら辺も踏まえてめちゃくちゃ楽しみになってきましたね。これ僕も知らなかったことなので、いやなんかまたちょっと見方が変わるというか、はい、では今回の動画はここまでとなりますが、池田さん安心しないでください、次回も出ていただきますのでもちろんです、はい、ありがとうございます。もう少しお付き合いいただければと思います。次回は池田監督とともに、アーティスイッチには欠かせない音楽の部分についていろいろとご紹介していきたいと思います。アーティスイッチはもうたくさんのアーティストさんが参加されているので、楽しみに次回深掘りしていけたらなって思います。深掘りします。はい、今回の動画面白かったよ、次また見たいという方、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。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 では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。よろしくお願いします。笑顔